これがパワーモジュレーターを調整してパワーアップした新しいバッドスライム発射機よ。スライムタイムスタート。はい、原点。悪いわね、廊下で実験は禁止な。2点ゲット。はい、原点。リサイクルできるものはちゃんと分けて。悪いわね。ごめんなさい。ホークガールがいないってことは、門限を過ぎても夜間パトロールに行けるかと思ったけど、やっぱりね。ええ、分かってる。悪いわね。次に減点されたら居残り。この私がそんなこと記録に残せない。どんなことをしてでもホークガールを避けなくちゃ。でもどうすれば。そうだ、ホークガールの居場所がわかるアプリを作ればいいのよ。左へ行け。大成功。何が。なんでもない。あ、そう、ホークガールだ。ちょっと、これマジで。このアプリ使えばホークガールが見張ってるところを避けて通れるってこと。多分ね。ホールモニタートラッキングインテリジェンスアプリよ、略して HMTIA。 そんなダサい名前じゃ売れないってば。誘う名前じゃないと。ダウンロードしてって。そうだ、アンチホールモニターがいい。いいわ。でもこのアプリのことは2人だけの秘密よ。いい。もちろん。お口チャックしたく。おかしいな、さっきから誰も校則を破ってないみたい。みんなも懲りたのかな。きっと私がちゃんと見張ってたからね。ヤッホーバッドガール。ハーレー、アンチホールモニターのことは秘密だって言ったでしょ。ホークガール以外は全員アンチホールモニターをダウンロードしてるじゃないのよ。まったく、どういうことなの。まあ欲しがるのは当然だよ。君はヒーロー。もともとそうだけど、今はこの学校のみんなを救ってくれたヒーローだよ。でも AI が全ての入力データを処理できるかわからない。テストしてないし。どうしたらいいかわかる。ええ、スライム発射機の改造。違う、休憩。行こうバッドガール、カフェに行ってスムージーごちそうしちゃう。私じゃなくて君がね。ありがたいと思ってね。技能、源泉を避ける。解決策、学校に居残り。永遠に。